ルイ・ジョゼフ・ディエメは、フランスのピアニスト、作曲家。1890年代に小楽器協会の設立に、携わっており、ハープシコードによるリサイタルを模様した。作曲家としては、スータの作品を生み出しており、一曲のピアノ競争曲がある他に、サロン音楽風の楽曲を多数作曲したが、今日ではそれらはいずれも顧み見られなくなっている。ディエメは、パリに生まれた。 パリ音楽院で学んだ彼は、ピアノ、火星と伴奏、大宝と風が、ソルフェージュで、主席、オルガンでも、自席という成績を残した。彼が教えを仰いだのは、ピアノのアントワーヌ・マルモンテル、作曲のアンブロワーズ・トマ、オルガンのフランソワ・アブノワという教授陣であった。まもなく、ビルトヨーゾとして、名を馳せるようになった DM は、バイオリニストのパブロ・デ・サラサーテと共に演奏旅行を、 行った。音楽院で教弁と取ったディエメは、エドアル・リスラー、アルフレッド・コルトラザール・レビ、アルフレード・カゼラ、イブナト、マルセル・シャンピ、ホセ・クビレス、ロベール・カサドシュラを育てた。1888年、ディエメは、マルモンテルの公認として、パリ音楽院のピアノの教授に就任した。同時に彼は、歴史的楽器の使用促進にも力を注ぎ、 1889年のパリ万博においてはハープシコードによる演奏会シリーズを模様した。また、小楽器協会の設立にも貢献している。ディエメはパリに没した。ディエメは著名な作曲家から作品の検定を受けている。セザール・フランクの公共的変奏曲、ジュール・マスネのピアノ競奏曲、エドアル・ラロのピアノ競奏曲へ誕調が彼に捧げられた。 ディエメは蓄音機への録音を行った最初のピアニストの一人であった。彼の録音は19世紀フランスピアノ学派の最良の姿を示していると言われる。急速なスタッカートのパッセージや成長なピアニッシモのスケールでの明瞭さ、コントロールなどがその例である。フランスの出版社によるスケールとトリルの王というディエメへの評価もこうした録音によって裏付けられる。また、 それらは、自らも、フランスのピアノ音楽界における有力者となっていく、ディエメの弟子のラザール・レビによる意見に対しても根拠も、与えるものである。それは次のようなコメントであった。演奏の驚くべき正確さ、伝説的なトリル、落ち着いたスタイルゆえに、我々は皆彼を優れたピアニストとして称賛するので、ある。出展。ありがとうございます。